村上マリナは日本の女性タレント、レースクイーンで女性アイドルグループ、プレディアの元メンバーである。愛称はマリニャン熊本県出身。プラチナムプロダクション所属。デビュー当初は村上マリナ名義だった。2010年のスーパー GT にて、アルタギャルズとしてレースクイーン活動を行う。2010年9月4日、DVD。 マリナ美脚天使の発売記念イベントを開催。2010年11月、アイドルグループ、プレディア結成に参加。2011年、日産センチュリー証券イメージガールを務める。2011年9月、ミスフラッシュ2012にエントリーするが落選。2012年11月9日、プレディアを脱退。2013年3月、明治学院大学法学部卒業。 2015年2月、ガールズユニット、ゆるりラポを結成。シングル2枚を発表するも2016年10月に、解散。2016年4月、スーパー GT、レクサスチームレモンズはこう、SLHG レースクイーン、ミズリガーシで6年ぶりにレースクイーン復帰。2017年は、事務所の後輩である、横田理香と共に、アップガレージ、ドリフトエンジェルスのメンバーを務めたほか、 同年10月の WEC 世界耐久選手権、富士6時間レースでは、同じ事務所の林桜らと共に、WEC グリッドセレモニーガールを務めた。2018年は、北川明里奈と共に、ニャンコ大戦争ガールズとして、スーパー GT、スーパーフォーミュラの2カテゴリーで活動。2019年9月21日から9月22日に、 開催された2019スーパー GT 第7戦にて、スーパードリエンサポーターズとして、アップガレージチームのコントローラーを務めた。姉が一人いる。趣味は、読書、漫画を読むこと。家に1000冊以上の本を所蔵しているほどである。特技は、声楽。プレディアドリフトエンジェルズプレディア。この時は西村一花と共に、ジートネットガールズを務めたほか、 ゆるりラポとしてもライブステージに立った。WEC 世界耐久選手権2017第6戦、富士6時間レース2017年10月13日から10月15日、富士スピードウェイ、オートサロンありがとうございました。村上マリナオフィシャルブログ、ステップバイステップ、アメーバブログ、2017年10月10日閲覧、ABCD、村上マリナ、 株式会社プラチナムプロダクション公式サイト。プラチナムプロダクション。2012年11月22日閲覧。村上マリナ。質問コーナー。グリー。2015年3月21日閲覧。スポニチアイドルレポート。村上マリナ。スポーツニッポン。 http://www.sponichi.co.jp スラッシュグラビールスラッシュスペシャルスラッシュ ir2010ir 村上マリナ2015年3月21日閲覧 ab イメージがある決定のお知らせ知性あふれる笑顔で知名度商品力を促進日産センチュリー証券 2015年3月21日閲覧。村上マリナ。ミスフラッシュありがとうございました。グリー。2015年3月21日閲覧。プレディア村上マリナに関してのご報告。プレディアオフィシャルブログ。アメーバブログ。2012年11月9日閲覧。ジャストグラジューイテッド。村上マリナオフィシャルブログ。ステップバイステップ。アメーバブログ。 2015年3月21日閲覧。ご報告。村上マリナオフィシャルブログ、ステップバイステップ。アメーバブログ。2016年4月13日閲覧。横田理香。ご報告。ノンビリリーノンブログ。アメーバブログ。2017年2月19日閲覧。アップガレージ。2017ドリフトエンジェルスを発表。オートスポートウェブ株式会社三営。 https://www.as-web.jp:/rac-queen-918202017 年2月19日閲覧 ab,wec, 富士を盛り上げるグリッドセレモニーがある発表会が開催。wec 富士はおしゃれな緊張感。オートスポートウェブ三名書房 http://www.as-web.jp スラッシュオーバーシーズスラッシュ1 6 5 2 9 2 2 0 1 7年11月13日閲覧。トムスを盛り上げる2匹の猫系、レースクイーン、ニャンコ大戦争ガールズが発表。オートスポートウェブ、株式会社 3A。 http://www.as-web.jp:/rac.queen:/3318-777all2018 e 年4月5日閲覧。村上マリナ。素顔でのスーパー GT 第7戦。ありがとうございました。インスタグラム2019年10月21日。閲覧。ab。 好きなもの。村上マリナオフィシャルブログ、ステップバイステップ。アメーバブログ。2012年11月9日閲覧。ありがとうございます。